勝負、もう逃がさない。この汚れ、これは最後のチャンスです。絶対にうまくいかせます。あなたの魂は私の炎によって消滅される。神経を研ぎ澄ましている。俺の根気を試さないで。もういいわ、チャンスは一度だけ。あなたではこの私は止められないわ。闇が全てを飲み込むのよ。あの戦いのところでお名前は？はじめまして。では初対面のプレゼントとして一人仲間を選択してください。凄まじい攻撃、勝利はいつでも俺の味方です。どけどけ、猛炎で道を開いた。ご主人様、一緒に冒険できて嬉しいです。旅をもっと楽しくするため、さあ一人目の仲間を召喚しましょう。わあ、強そうな仲間ができました。一緒に戦わせてみましょう。チームができましたね。出発しましょう。ご主人様、この石灰を触ってみたら標的がわかりますよ。森の謎を解きましょう。ははー、探していましたな。ここに隠れていますね。ご主人様、戦いましょう。敵が近づいてきました。ご主人様、敵が一番右側に近づいたら戦闘失敗しますので、その前に全部消滅しましょう。ご主人様、もう一人の精霊がこのエリアに隠れています。見つけて倒したら次の町に行けるようになります。金塊です。ご主人様、指の動きが早いほどコインがたくさん獲得できますよ。早速やってみましょう。危ない、この先に進んではダメ。サンダーバード、あの力だからこそ彼先手必勝。くらえ、炎の力。最後の一息を味わえ。この一息を味わえ。
そう、次こそ決着。あれ、あ、だから未来のご主人様が、そうです。では行きましょう、ご主人様。ご主人様すごいですね。ご主人様、パックで武器があるようです。もらっていいですか？いいですよね、ね。おおようやく武器を入手しましたね。もうパッ、ご主人様はもう自分の力で冒険で、ご主人様、また新しい仲間が加わりましたね。一緒に戦わせてみましょう。弱々しいね。ご主人様が手を出さなくてもオートバトルをクリックしたら私たちが敵を倒します。ご主人様、あと一つの場所にまだ行ってないはずですから、ついてきてね。ここで精霊石を購入できますよ。 VIP プレゼントがありますから、受け取ることを忘れないでね。ご主人様、ここの人間と精霊の動き、なんだか早かったり遅かったり怪しいです。ここの時間の流れは
ご主人様、気をつけてください。彼は超新冒険者よ。時間の流れを戻すため彼の協力が必要です。私の睡眠を邪魔したやつ、理由は時間の流れがもう混乱。協力？私たちは手を人間界には興味、私に傷一つつけられ。ご主人様、気をつけてね。私たちは手を組んで時間の流れを正常に戻さなくてはいけません。ご協力ありがとうございます。さらば冒険者よ。主人様、これを見つかりました。
ご主人様、ここ。さすが、最強。私たちを待って。あなたのことを知っている。冒険者よ、力を貸して。あなたにはとんでもない潜在能力がある。ようやく姿を現したわね、聖武。邪魔よ、三聖長、かかれ。ご主人様の指一本触れさせない。ご主人様の指一本触れさせない。ショームはまた現れるはず。きっと何かを企んでいるのよ。ご主人様、絶対見つけて倒さなくてはいけません。どけどけ、猛炎で道を開いた。触るな。慰めの実を入手しました。これを食べたら精霊が経験値を獲得してレベルアップしますよ。早く食べて。わあ、レベルアップしました。実を触ってみたらもっと実があるところに導かれますよ。さあ進みましょう。